はいどうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども、ラジオ動画撮っていきたいなと思います。で、今日のラジオ動画のネタはですね、オルフェゴールバベルとオルフェゴールリリース、一体どっちが強いのっていうところを話していきたいなと思います。で、これはですね、まあ僕が今日生放送してたんですけれども、生放送中にオルフェゴールリリースとバベルどっちが強いですかっていう風な、ご質問があったんですよ。なんで、まあそれについてね、自分なりにも考えもまとめてきたので、深掘って話していきたいなと思います。そんな感じでですね、何かご質問ですとか、まあ聞きたいこと、知りたいことがある方はですね、生放送中にコメントしていただくか、もしくは動画のコメントに書いていただくとですね、まあそれを取り上げて、いきたいなというふうに思いますので、ご興味ある方はぜひぜひよろしくお願いいたします。では、まずですね、オルフェゴールバベルとリリース、これはですね、結論先に言ってしまうと、展開軸だったらオルフェゴールバベルが強くて、罠軸だったらオルフェゴールリリースがおすすめっていう風な感じなのが、最終的な結論になります。で、確かにまあ展開軸と罠軸の中間もあるんですけれども、まあイメージとしては展開によればよるほど、バベルが使いやすいっていうことが多いなという風に思います。では、じゃあ、オルフェゴールリリースが弱いのかっていうと、そんなことなくて、僕は結構リリースの方が好き派なんですよね。で、なんで、オルフェゴールリリースの強み弱み、バベルの強み弱みっていうのを比較しながら話していきたいと思います。じゃあ、まずオルフェゴールリリースなんですけれども、このカードですね、まあ、強みとしては、盤面にディンギルス、破壊耐性を持ってるディンギルスを置きながらですね、後ろに、妨害を構えることができるんですよね。ディンギルスをリリースすることによって、ディンギルスをもう一回出して相手のカード1枚を、墓地に送ったりっていう風な、そういう風な破壊耐性を持たしながら妨害を作れるっていうのがめちゃくちゃ偉いです。バベルはですね、オルフェゴールバベルっていうカードは、破壊耐性をつけるためにディンギルスを場に残すか、ディンギルスっていうのは一旦に一回しか特殊召喚できないので、そういう風な択になるんですよね。破壊耐性を置くために場に残すか、もしくは、妨害の方、破壊耐性を持たせずに、まあ、墓地にディンギルスを置いておくか、だったりだとか。あとは、デコードトーカーの先に、このディンギルスを置いといて、一応耐性もあるけれども、相手が指定してこないと、ディンギルスの除外、まあ、墓地送り効果、妨害効果っていうのは使えないよ、みたいな。その中間地点の択を取ったりだとか、みたいな感じで、3択大きく分けると、まあ、ディンギを場に残す、墓地に置いておく、場に残すけどデコードトーカーの先に置くの3択になるんだよね。で、その時に、オッドアイズみたいな感じで、後ろを破壊してくるカードを採用してくるテーマが多い時だったりだとか、あとは、カイドレイクとか、ブラックホールみたいな、前を破壊してくるデッキが多い時に関しては、オルフェゴールリリースの方が結構強いなというふうに感じます。破壊耐性も持たしながら妨害も作れるからね。っていうふうに個人的には思います。なんでまあ強みとしては今言った破壊耐性を置きながら後ろに妨害構えることができるっていうのが一つ目で、二つ目はですね、展開を伸ばさなくてもオルフェゴールの最低限の動きでディンギルスプラスオルフェゴールリリースを構えることができるっていうところですね。オルフェゴールバベルだと、あのね、デコードトーカーだったりだとか、ロンギルスだったりだとか、あとは、まあ、そんな感じのリンクさんにつなげる必要があったり、先にガラティアから、ディンギルス出して、もう一回ガラティア作るみたいな動きをなんか、その、したりだったりだとかっていう風な必要があって、まあ、一応その、ガラティアからディンギでガラティアみたいな、まあ、確かにあるんだけれども、なんて、オルフェゴールリリースと同じようなリソースで結構できたりだったりだとかはできるんだけど、それだと破壊耐性がないただの劣化版になっちゃうんだよね。で、そういう妥協盤面じゃなくて自分が目指そうとしている盤面を作るってなった時に、オルフェゴールリリースの方が、安定性が高く、安定性、再現性が高く、同じような、強い盤面っていうのを作れるんですよ。オルフェゴールバベルの方が最大値はちょっと高かったりだとかする時もあったりとかはするんだけれども、オルフェゴールリリースの方が、他の例えば罠カードとかいっぱい引いてて、後ろの妨害は準備できている。そんな状態でも、スクラップリサイクラー1枚さえ引いてれば、リリースを構えながら、ディンギルスを前盤面に置くっていう風な、妨害を作るっていうことができるんですよね。みたいな感じで、展開しなくても
使いやすいっていうのがオルフェゴンリリースの2つ目の強みになります。で、あと動きが簡単ですね。はい、3つ目としては動きが簡単、これ結構大事で、簡単なデッキっていうのは使い始めた方にもとっつきやすいし、回せるようになるまで時間があんまかからないから、調光するっていう時間が作れるんですよね。オルフェゴールバベルはもうこれをね、調光する時間を作るまでってなるとめちゃくちゃ練習して連動すっげー上げなきゃいけないんですよ。それをする手間がまあ、省けるじゃないけど、オルフェゴールリリースは調光する時間を作りやすいっていうのが非常にいいです。やっぱ、遊戯王ってカードゲームって制限時間あるじゃないですか、DCG 特に。その制限時間内に回答を出すっていうのは、やっぱ大事なので、オルフェゴールリリースはその点が優れてるかなと思います。あとは、罠カード。4つ目なんとしては、トラップカードなので、墓地のカナディアが反応する。なんで、次のターンにリンク数を簡単に伸ばすことができる。まあこのあたりがオルフェゴールリリースの強みかなっていうふうには思います。じゃあ次はですね、オルフェゴールバベルですね。こっちの強みとしてはですね、やっぱり効果を何度でも使えるっていうのが圧倒的にリリースとは違うところですね。オルフェゴールリリースっていうのは一回使ったらそれっきりじゃないですか。ただバベルっていうのは相手ターンに墓地効果も連続して使えるし、次のターンにまたいでもまた使えるんですよね。つまり長期戦に強いですバベルは。そこが非常にいいですね。で、2つ目のいいところっていうのは、相手によって盤面を変えることができるっていうところです。オルフェゴールリリースっていうのは良くも悪くも出来上がる盤面っていうのは比較的限られがちです。展開軸にこのオルフェゴールバベルっていうのはなりやすいっていうところも相まってですね、相手によって例えばデコード投下を作って、その先にまあなんかリンギを置いたりだったりもできるし、ロンギルスを作ってロンギルス墓地リンギみたいな盤面を作ったりだったりだとか、もう完全破壊耐性つけながら横にベルズナイトメア置いたりだったりだとか、相手のデッキによって盤面をめちゃくちゃ変えれるんですよね。だからそういう意味ではモンスターの前盤面の妨害っていうのはやっぱりリリースよりも作りやすいので、まあそこはいいところだなっていうふうに思います。で、次3つ目としてはですね、先にオルフェゴールバベルを張ってから展開すると DD グロークローいるでしょ、墓地のカード1枚除外するカード、あいつを打たれても、チェーンをして除外し効果を使うことができます。例えば例を挙げるとですね、オルフェゴールディベル、こいつですね。こいつって墓地から除外してデッキからオルフェゴール特殊召喚じゃないですか。で、スクラップリサイクラー召喚で、オルフェゴールディベルを墓地に送ります。このタイミングでフリーチェーンじゃないから相手は DD クロー打てちゃって墓地をゼロにできるんですよね。でもオルフェゴールバベルを引いていると、墓地に落ちたディベルがフリーチェーンになるので、そのまんま墓地効果をディベルピョンって言って使えば自身除外してトロイメアとか出すことができちゃうんですよ。こういう風に DD クローをケアできるっていうところはやっぱバベルならではのところかなっていう風には思います。まあそんな感じでですね、結論どっちも強いんだけれども、展開軸だったらバベル、使えた方が俺はいいと思いますし、罠軸にするんだったらオルフェゴールリリースがおすすめで、特にその破壊耐性持たせながら後ろの妨害を作りたいよっていう時はリリースの方が優位性が出てくるしっていう風には僕は思っております。というわけでいかがだったでしょうか。今日はオルフェゴールリリースとオルフェゴールバベルのまあ違いについてですね、話してみました。参考になったらぜひぜひ高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。